レースデビラーズが仮装したクーペレースはロールスロイスが1938年から1939年に製造した高級車である。名称は幽霊、精霊を意味する語。前輪独立喧嘩などファントム3で取り入れた大胆な設計を25、30HP クラスに応用した車種で25、30HP の後継車種であるとともに、 ファントム3の小型版とも見ることができる。車種はロールスロイスとしては初となる全溶接平断面フレームを採用し X 字型に補強を入れて非常に強靭にできている。ホイールベースは25、30HP から4イン新調されて136インとなった。前輪独立喧嘩はファントム3と全く同一のセミトレーリングダブルウィッシュボーン式サスペンションで これにより乗り心地と操縦性が改善した。この車種は後にベントレーマーク V のベースとなっている。25、30HP ではギアレバーやハンドブレーキレバーが運転席ドア側にあり、乗り降りの際に足を救われる危険があったが、これがずっと手元近くに移動され、安全になった。発売間もなく、ドイツがポーランドに侵入し、第二次世界大戦が激化。ロールスロイスは、 航空機用エンジンの大量生産に生産能力を、軽中止乗用車の生産を中止したため、生産は少数に止まった。後継車種は戦後レースベースで、グレードダウンされ発売されたシルバーレースである。ありがとうございます。